はい、こんにちは、ゆうてそのです。今回はですね、スノーボードのスペック表についてお話ししていきたいと思います。まあ、スノーボードを選ぶ際に、まあ、スペック見て、買われた方いるかと思うんですけども、このスペック表何なのっていう人も中にはいると思うので、今回は5つの項目、まあ、重要な5つの項目についてお話、解説していきたいと思います。まあ、これを見れないと板買えないってことでもないですし、まあ、実際僕なんかはまあ、グラフィック、まあ、こういうグラフィックを見て、ああ、かっこいいなっていうところから興味入って、まあ、こういう板かなっていう感じで買うんですけど、まあ、そういう選び方も全然いいと思います。まあ、スペック分からなくてもスノーボードはできるんで、問題はないんですけども、まあ、問題はないんですけど、これ知ってると、まあ、ちょっと通っぽかったりとか、まあ、上手くなるために道具に頼るっていうのは、まあ、ものすごく大事だと思うんで、まあ、今後の板選びとか、より良い板をチョイスしたいなっていう方は、ぜひ最後まで見て、参考にしてみてください。まずはね、これが分からないとやばいっていうのから言ってみましょうか。1番ですね、オーバーレングス全長っていう形になります。ちょっと板出しますね。これはね、板買う時にほぼ全員がもう皆さん考えられるこう板の全長長さっていうことになってきます。間違いなく店員さんと相談する項目になってくると思うんですけども、まあ、これは板が長い短いでどういったメリットデメリットがあるかっていうと、板が長ければやっぱり全長長くなると安定感、そしてまあパウダーでの浮力などにつながっていきます。デメリット、長いデメリットでいうと小回りが効きづらい、まあ、あとは面積がでかくなるので重くなるっていうことにもなってきます。で、短いメリットデメリットはその逆っていうことになりますね。まあ、例えば車とかに例えると、まあ、分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちっちゃい車とかだと路地とか駐車するのは簡単、小回りが効きやすいっていうことになりますね。で、高速道路とかだったら大きい車とかの方が直進安定性があるんじゃないかなと思います。まあ、スノーボードもそういった形になってきます。じゃあ、まあ、どんな長さ選んだらいいのっていうことにはなってくるんですけども、まあ、よくね、まあ、身長引くマイナス20センチなんかは言われたりはするんですけども、まあ、実際そんな単純な選び方でもないっていう感じなんですね。まあ、例えば、まあ、大げさなこと言って190センチの人がマイナス20センチってなると170センチの板を選ぶっていうことになるんですけども、170センチの板なので、まあ、そうそうないんですね。まあ、僕の場合は151センチから161センチまで、もう10センチ幅で、サイズ、その日のコンディションで使い分けているっていうところもあるので、まあ、一概に板の長さは、身長引く何センチですよっていうことでもないです。まあ、こういったことは近くのプロショップで相談いただければいいかなと思います。まあ、要は好みを見つけていくって話になってくるんで、要はまあ一発で完璧な長さの板に、出会うってことはないです。正直これは例えばスノーボードが変化してって、スピード出していきたいんだったら長さが長くなっていったりとか、いや俺はやっぱトリックやりたいし短めで選ぼうみたいな話になってくるっていう形ですね。はい。で、この長さだけではやっぱり板は選べないので、次に見ていきたい項目2番目、フレックス、まあ板の硬さって形になりますね。このフレックスですね、もう板がしなるかしならないかみたいな話になってくるんですけれども、まあこれはね、まあメーカー表記っていうのはまあ様々なんですけど、例えば、ライダーズウェイト、こうライダーの、体重脚力でだいたい板がしなりやすいですよみたいな形、まあ適正体重っていうのが記載されているメーカーもあります。まあ他に数値化もう1から10段階、まあ100前後でこう段階表しているメーカーもありますね。じゃあなんでこの板の硬さっていうのが大事になってくるかっていうと、まあ実際板っていうのはこうしなってくれてトリックになったり、しなってくれてターンの反発を得たりするんですね。なので、まあ簡単にしなる柔らかいものっていうのか、まあ硬さがあるものかっていうので、乗り味っていうのは滑り方っていうのはもう全然変わってきます。まあざっくりなんですけども、柔らかくてこうしなってくれるっていうのは、まあ、しなってくれる分トリック、プレスだったりジャンプがやりやすかったりっていうのもありますし、初心者がターンを楽にこう操作できるっていうのはあります。逆に硬いとどうなってくるかっていうと、初心者の人はこうしならすことができないんで、オーリーしたりターンしたりっていうのがすごく難しくなってきます。まあ、良さで言えばターンは曲がりづらいかもしれないんですけども、ハイスピードで滑りたい人とか上級者っていうのは板を硬くてもしならすことができるので、まあ、反発、戻ってくる力、反発を使ったりとか、ハイスピードでブレないっていうことになるので、まあ、想像してもらったら分かるんですけど、板が硬ければ、雪面のボコボコに対して、板がこうバタつかないので、しっかりエッジが噛み続けて、ハイスピードで滑っていけるっていうことになってきます。
なので初心者とかこれからトリック習得していきたいよっていう人なんかは短めの柔らかくてしなりやすいもの、そういったものを使うといいのかなと思います。まあトリックよりもね、どちらかというとターン中心にこれからカービングを覚えていきたいよなんていう初心者さんは、まあ柔らかすぎず硬すぎず、まあこれはめちゃくちゃ難しいんですけど、程よい長さのものを選んでいくってことになります。まあいわゆるミディアムフレックスの真ん中ぐらいの長さっていうことになってきます。でだいぶスキー場でターン慣れしてきたし、まあもっとねターンでスピード出したい、バタつかない板が欲しいよって人は長めのちょっと固めの板選ぶっていう形になってきます。まあということで一応ざっくり分けるとそういう感じっていう形なんで、なのでやっぱ滑るレベルとか体重とか脚力、まあスキー場雪質とかコンディションによっても全然これは変わってくるので、まあ一概に絶対この硬さ選んでくださいっていうこともないです。まあ一応参考にしてもらえれば、幸いです。で3つ目、有効エッジ、エフェクティブエッジって言われるものなんですけども、これはね前兆と違って、まあターンしてる時に有効になってくるこうエッジの長さになりますね。こう雪面にかかってるエッジの長さ、こうかかってない部分は有効エッジから外れます。でもうこう有効エッジの長さが長いと、まあターン時の安定感とかね、直進安定性につながってくるんですけども、短いっていうと操作性の良さっていうことです。まあ短いのでエッジのかかりがそんなに多くないので、動きやすい、ターン小回り効きやすいっていう形になってきます。まあ、この有効エッジの値によって、まあ、どんな乗り味かっていうのも、まあ、多少なりとも想像できるのかなっていうところで面白いなとは思ってます。例えば同じ154センチの板でも有効エッジが短いのと長いのだと、乗り味が多少変わってくるってことですね。で話はずれるんですけど、形状によってこの有効エッジっていうのも変わってきますよね。まあなんとなく勘のいい人だったら分かると思うんですけども、キャンバーっていうものとロッカー逆のこう反り返ってる形だと、ここの端から端までかかってるものがキャンバー、ロッカーだとこれが反り返ってるので外側が浮いてるので有効エッジっていうのはちょっと短くなります。まあ他にはね、2本目買うときに今までの板はこれぐらいの有効エッジだったから、次はもうちょっと短めの有効エッジで取れましいいやつ、ターンがもっと楽なやつにしようとかっていうのも、まあ一つ選び方としてはあると思います。次4つ目、ウエスト幅。このウエスト、まあ、人間でいうお腹の部分ですね、このウエスト幅っていうのが表記あると思うんですけども、メンズの板だと大体、まあ、僕の感覚だと25センチ前後かなっていう感じになります。25よりも上、26センチぐらいになるとちょっと太め、25より下だと細めっていうような、まあ、僕のイメージなんですけど、でこのウエスト幅の細いとターンとターンの切り返しが速くなります。切り返しが速いんでショートターンとかは速くなるけど、まあ、直進安定性っていうのには少し欠けるし、太くなれば安定感っていうのは出るけど、ターンとターンの切り返しがちょっともったり重たいよっていうような感じになってきます。太い細いはこれは正解っていうのはなくて好みの問題にはなってくるんですけど、もうそれこそ足がもうバカでかくて29センチぐらいあるよって人は、まあ、25センチぐらいだとちょっと細いかなっていう感じになってきたりとか、まあ足小さい人であればそんな太いのはもう今度逆に重さに、まあ、面積が広くなるんで重さになるので、まあ、そこまで太いワイドボードなんかは乗らなくてもいいかなっていう気がします。ただ例えば今最近流行りでいうこのスノーボードのこうエッジをガンガン立ててカービングするようなパターンになってくると、まあ足がこうドラグって言って雪面に引っかかってほしくないんで、わざと太いのを選ぶっていう方もいます。はい、5つ目、サイドカーブ半径。サイドカーブ半径、もう難しいの出てきましたね。皆さんね、スノーボードで曲がっていく原理ってわかりますか？カービング、まあ皆さんがこう憧れるというか、まあやってる方も中にはもちろんいると思うんですけど、カービング、エッジを使って綺麗なターンこう描いていくっていうものなんですけど、このカービング、スノーボードの形がとても重要になってきます。ここのサイドカーブっていうものなんですけど、ここのサイドカーブがあるからスノーボードはカービングっていうのはできます。例えばこれがただのまっすぐの棒切れだと、まっすぐ、まあ曲がるは曲がるんですけど、まっすぐ進みやすくなってきます。例えば逆にこれがこういう風な丸いスノーボードだとどうなっていくかっていうと、逆方向に曲がっていく、エッジにかけて逆方向に曲がっていくっていう形になります。実はこうエッジを立てた時にこの
サイドカーブに沿ってカービング基本的にはしていくっていう形になります。なので板をパッと見た時に太い板、寸胴な板なのかくびれがある板なのかで全然話が変わってきて、くびれがある板っていうのはギュンとこうターンしていくっていう形になります。でくびれがない寸胴な板っていうのはギュンって曲がってくるというよりはまっすぐ進みやすい、ゆるーくターンしていくっていう形になってきます。じゃあこのサイドカーブ半径何メーター、8メーターとか9メーターとかって書いてあるんですけど、これは何かっていうと円を書いた時の半径値を書いてます。すんげー難しいです、すんごい難しいかもしれないですけど、円を書いた時にこれが短い半径だと円がちっちゃくなるんでクイックなターンができるくびれになります。でこの半径がでかくなるとでかい円になるんでゆったりとした円になるので、ちょっと寸胴に近いようなスノーボードの板が出来上がってくるっていうことになります。なのでこの半径値が短いとくびれがある板、半径値が大きいとゆったりとしたくびれのある板っていうことになっていきます。まあこれもね全然覚えなくていいです、もうわけわかんないんで。まあ、ただ一応こういうサイドカーブっていうものがあって板がターンしていくよっていうのを覚えていくと、まあ結構面白いんじゃないかなと思います。トリックも緩いと安定感とかにつながるし、まあキュンってなってるとトリックしながら、まあ、カービングをまずできたいっていう人はここのくびれが強めのものを選ぶと、まあカービングしながらトリックしていくっていうのもまあ一つかもしれないですね。まあそこに板の柔らかさとか長さを掛け合わせていってどんな板かっていうチョイスになってくるんですけど、まあ、正直これだけ聞いたらじゃあ何選べばいいのってなってくるかもしれないんですけど、一応こういうのを踏まえた上でまあプロショップとか行ってお話聞いてそれで選んでいくっていうのがいいかなと思います。でもちろんスノーボード、まあ、各メーカーがこれはカービング用、これはパウダー用、トリック用なんて言って分けてやっぱ作ってるので、まあ、基本的にはそこに対して長さとあとはちょっとした硬さ、自分のスタイルに合うような自分の滑りに合うような硬さとか長さっていうのを選んでもらって、それをまあ購入いただければいいのかなと思います。はい、以上ちょっと難しい小難しい話だったんですけど、いかがだったでしょうか。ためになったよっていう人はいいね、そしてコメントぜひください。今後もねスノーボード皆さんに役立つような情報をお届けしていきたいと思ってますので、ぜひ、スノーボード大好きな方、上手くなりたい方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。